東京で自分を見失いそうになった私は、とにかく何か動き出したかった。ただそれだけだった。その日私は友人となんとなく仕事の愚痴なんかをこぼしていた帰り道でした。渋谷のざわめく雑踏の中、その一瞬に感じた浴場と焦燥感が私の足取りを止めました。二人しとこうかなとか高松豪君22歳、彼はこの大都会にギター一本で旅をしていたところでした。何も意欲の湧かない日々の連続だった私は、思い切って彼に話しかけたとき、とにかく何かやってみようと思って撮り始めたのがこのドキュメンタリーです。そう、小中高野球やってて、でもずっと野球よ、うん、もう一日まるまる野球で1週間野球、もう1年野球みたいな感じでずっと野球やってて、まあ、音楽はまあ趣味でやってた感じ、まあ、ギターはね中2から始めて、そうで、それはねきっかけはサザンのライブやな。その時にちょうど俺中2かな、中1か中2やってんけど、その時見てて、でギター弾いてる姿でうわめっちゃかっこいいと思って、で知り合いのお兄ちゃんからギター借りて、でひたすらわけも分からず練習してて。兵庫県神戸市東灘区で生まれ育ち、幼い頃から野球に一番力を入れていた郷は、サザンオールスターズの桑田佳祐さんへの憧れを抱き、音楽への関心を深めたといいます。当時はまだ著名人のカバーをすることでギターの腕を上げていたそうですが、とある本がきっかけで郷の音楽への憧れが目標へと変わっていきました。進学、大学なるやん、高3だったら。で俺も大学考えててんけど、なんかふとした時になんか、まあ、大学に行くメリットというか自分にはないなと思って、で、とある本をたまたま書店に手に取った本があって、それは高橋歩夢っていう人の本で、結構まあ有名やけど、その人自体が。でそれがなんか自分のしたいことをしてるんかとか、周りから流されてないかみたいなことを書いてて、でも旅に行くってなって、そっからもうずっともう働きまくったら休みなしで、まあ、ゲリラキャンプやろな。それをやってて、でもな、100人近いんだけど200人以上の人と関わって、でいろんなとこでライブしたりとかして、で100人しか、ちょうど100日目で神戸帰ってんけど、そのもう帰る途中、もう50日間目過ぎたぐらいで、もう俺はもう音楽しようと思ったら。現在も地元に住む郷の母、高松美幸さんは、もうかなり前から決めてたみたいでね、で、あのいろんな人の、ね、社会人の人とかの話聞くと、その旅に行きたかった、やっぱりみんな一回は言うじゃないですか、旅ね、いつどこで寝てるのかも分からへんし、連絡もね、しょっちゅう取れるわけじゃないやろうし、で徐々にこう、こっちが鳴らされていった感じがあるね。でもいきなり行くんじゃなくて、やっぱりちゃんときちんと調べて。その100日間の旅が、郷の人生の最大の転機だったといいます。やっぱギター持ってて旅出たと思ってないんで、旅出たんでは出会う数が全然違うかったと思う。やっぱ人がやってくるよな、ギター弾いてたら。それで人の出会い、つながり、絆みたいなのが、そこで俺はこれやと思ったな。渋谷ハチ公裏、ここが路上の原点です。ま、みんな 前来たらちょっとそこ空間できたやん、ちょっと置いといて、恥ずかしがんなって、パーカー。よしよしよ、まだ若いな、まだ中学生か高校生、そんな若ないっちゅうな、高校生な。あの、九条来るから前来て、みんな、あの、止まった方がええで、足止めて、心の余裕持たなあかんと思う、ほんまに。ほな、俺を無視して、そんなんでお前ら、あの、国が良くなるために頑張るぞとか言うとんか、そんなんじゃ変われへんぞ、絶対に、絶対に。じゃあ行きます。 1,2,3,4。200人しか終わって、ここで帰ったよ。なら帰ったら、
まず曲をが作らなあかんわと思って、で曲を1年間作り続けて、で活動してだ。でも活動した場所って俺面白いことに東京やってた。それが去年やな。2009年は100人ワンマンライブって言ってもお店に100人呼ぶぞっていうのを初めから決めてこっちに出てきたわけや。いつも前向きに夢を追いかける GO。 しかしなんかあの腰というか体の支障をきたしてね、ちっちゃい時3年生ぐらいから始めたけど、だから結局その野球もこうなるから、ちっちゃい間にいろんな筋トレとか、頑張りすぎたのが出てきたのかな。高校に入ってこれからっていう時に、分離骨折とヘルニア、ショックやったで。もう周りの人も結構野球で成績残してたから、そのもうチームの子とか、中学のなチームの子とか、あと監督コーチとかももったいないっていう。で気持ち切り替えてどうしようかなって思ってる時に、そうや音楽あるやんけ、とギターあるやんけってことで、その野球の情熱をそのままギターに変えて、で音楽をずっとやっていて。12月23日、この日は東京荻窪でクリスマス特別のワンマンライブが開催されました。私にとっては初めて見るライブです。テンション上がってきたね。歌うよ、いつになく歌うよ。で来年はですね、3月に東京にも上京していこうと思ってるんですけど、行ったり来たりをねちょっとすると思うんですけど、その中でも葛藤していきたいと思いますんで、みんな頑張ってライブ来てお願い。よろしくお願いします。みんな来なかったらライブ活動できひんからね、なかなかね。暗闇の中明かり灯すよ。すごいパワフルで、ただ歌が上手いだけの人じゃないんだなって、すごい思いました。もうライブ中でも普通に話してたと思うんですけど、すごい人懐っこいです。すごい本当に絡んでくれるみたいな感じで、すごい話してくれるのがすごい、応援しようっていうすごい気持ちになります。感動した、ちょっと泣いたかな。何で泣いたの。そうだな、自分の思う通りに進んでほしい。応援するから、リスペクトしつつちょっと聞いていきたいなと思うアーティストです。以上、ボブでした。なんかね、会えんかってもね、たまに近い会えんかっても、来た時には、温かく迎えてきてくれるみんな、大好き。まあ、いつもありがとう。俺の方が元気もらってます。だからね、音楽では、俺がみんなに、こういうライブではね、元気与えたいなと思ってるんで、なんか楽しみに、1ヶ月1回ライブやったらね、その1日がみんな楽しみになればいいなと思って歌ってます。時を過ごす。この「愛の輪」という曲が私を初心に戻してくれました。1月16日、神戸市東灘区高松家の実家にお伺いしました。めちゃくちゃ美味しい。あきらくんは恵子さんに遊びに行くと言ってら、明日17日は三宮の街中で阪神淡路大震災の追悼ライブを行う予定だそうです。豪が一番怪我してね、当分ね、狭い部屋、トイレがすっごい怖がってたんよ。長いことトイレに行くのについてきてとか、ちっちゃすぎて地震っていうのは初めてやし、で倒壊してるでしょ。あの
ゴジラの映画のようにこうバーンってビルが倒れてる状態やから、あの地震っていうより怪獣が来て暴れたみたいな感覚でいるから、誰がこんなにぐちゃぐちゃしたんやとか言って、自分のところタンス倒れてたんじゃない、今もないけどここにはそのタンスが震えてた感じやな。神戸市民として、まあ、風化させたくないなと思うのと、地震はな、阪神淡路大震災、まあ、追悼の思いももちろんあるし、で、まあ、まあこの年になって、まあ、自分ができることって言ったら、やっとこう音楽でな、人前で歌って何かを伝えていくミュージシャンになりたいと思ってやっとるから、うん、震災含めもそうやな、なんか伝えれたらなと思うな。まあ、悲しみは多いわ。17日当日、震災から15年、言葉にならないさまざまな思いが神戸の街を包み込んでいます。あれからね、もう15年も経ってですね、僕は今22歳で、当時は、小学校1年生で、すごい今でもね、あの鮮明に覚えててですね、まあ、風化を、そうしたらいかんなと思って、毎年、ここでですね、追悼路上ライブ僕なりにさせてもらって、地震にも負けない個人的に追悼という意味で、まあ、名前に出るわけなんですよ。何の利益も関係なしにな、ただ自分の思いで出るわけですから、それに協力してくれる、まあ、みんながおるわけ。俺は一人、うん、震災を経験している人で何かしら思いがある人を一人路上で聞いてるのと俺は別に変わらんと。警備の方からの注意で途中中断をせざるを得ない場面もありましたが、支えてくれる方々もたくさんいて、いつの間にか大勢の人の絵に囲まれていました。響き渡れ僕たちの歌、生まれ変わり神戸の街に。一言メッセージを言うならば、あんまもう感謝やな、ありがとうございますという言葉と、まあ、まあ、みんなでな、もう忘れないようにしたいなって、そのためにまあ俺は歌っていきますよと、これからもっていう思いでいっぱいな。いろんな思いが空高く昇りゆく中、この時私の中でも新たな思いが弾けて、もうスタートしていました。じゃあ皆さん、最後の曲になります。ありがとうございました。今長々と、ライフという曲で終わりたいと思います。ありがとうございました。3月6日、上京前ラストを飾るライブを終え、上京準備を始めている GO。 もちろん旅の時同様、青春18切符で上京する予定です。ワクワクが伝わってきます。結構好き、これ保育所の時の先生が作ってくれたんやけど、これがこのまんまですよ。今こういう顔はちっちゃい時からしとったので、ね、ひょっきん今から思ったらこんなんほんまやわ、今もするもんね。ちっちゃい時からね、おちょけないよ。ありがとうございました。またよろしくお願いします。 GO のバイト先での打ち上げです。僕はだからどっかへ行くにしてもこう来るし、どっから帰ってきてもまあいつも来てますからね。そういう場所で僕はやっぱ行ってよかったですね。あの100日間の旅は、僕はいろんなことを身になったし、あそれ知らんかったかな。あんま言われたら恥ずかしい。まだ肌寒い春風とともに、GO を支える方々の思いを乗せて、新たなるスタート地点東京へとまた旅立っていくのでした。青春18切符。
ゴーの下宿先。それは路上で弾き語りをしていた時に出会ったカズ兄の家でした。渋谷の路上でゴーが歌ってて、ゴーがたまたま通りかかったみたいな。タクシー拾って帰ろうと思ってタクシー乗ろうと思ったんやけど、ちょうどそこのなんていうの歩道っていうか、ゴーが歌ってて、でなんかいい感じのメロディーやなーとか思って、なんかどうやろうな、その神戸に行ったり来たりとかしてる間になんか頑張ってるから本当に、なんかできることあったらみたいな。俺は一番の協力者やなと思うな。協力者やな、仲間であり、友達であり、そうそう兄貴的存在でもあり、でも俺の中で一番の協力者やな。上京一発目のライブ。この日は3連休を利用して神戸からお母さんが見に来ていました。メインはそうライブ、東京での生活がどうなんかなっていうのを、確認したいのと、これからずっと活動するに、お世話になっている家族のところもどうなんかなって楽しみやったし、なんかやりたいことがあって頑張れるっていうのはすごい幸せなことやと思うんだよな。その1年前の坊と比べたらやっぱちょっとずつ大人になってるよね。そして東京はやっぱり あったかったね。東京やっぱり集まってきてくれる人たちがありがたいことで、あったかい心の持ち主にあるなと思い知らされたというか、目指すところが何段階もあるからな。例えば去年100人ワンマンってやったから、じゃあ今年200、300やるのかって言ったらそうじゃなくて、地に足をちゃんとつけようと思って、本当の意味での好きになってくれる人たちというか。毎日を退屈に感じてた中、たまたまの出会いから始まった私たち。ただ何かを追い求めてただけでしたが、今の私はもう外から見ても悪いライブとか、変なことしてるとは絶対思ったことないんで、すごい安心して見てるけど、すごい楽しみでもあるな、そんな感じ。寂しいけど、やっぱり東京に行かないでないと思うから、私はもう絶対東京に行ってほしい。無防備な笑顔、本当に無防備な笑顔で、でも今は何かやろうとしてる笑顔な気がする。おいおいユートンは1回目が出会いや、でもそれで終わらせるんじゃなくて、みんなにユートンは1回目で、2回目が再会で、3回目がつながりで、で4回目が絆生まれるから、そこまで会いに来いって言ってる。私はもう自分の目標を見つけました。それは世の中にあるだけのリアルをこうしていつまでも撮り続けていくこと。無力ばかりを感じていた毎日に踏み出す勇気を教えてくれたゴー。大きな未来への希望を新しい春風に乗せて。